エクストララジオは岩手県花巻市が生んだヒップホップスタービックリマンのメンバー5人が B-BOY のリアルな視点で痛快かつドープなトークを繰り広げます。聞くだけでポジティブになり運気や健康状態が良くなると言われています。それでは It's Showtime。聞きたくなってきた。いや、聞きたいよな。聞きたくなってきた。聞きたいっていうか、あのボタン、あのボタンどうかやったっけ。クソザマでした。なんか聞いてきたな、これ。あれ？あれ？エクストララジオ。びっくりなんだ。エクストララジオ。なくしちゃったよね。せっかくから受け来たのになんであれなくなっちゃったんだろうな。どうしたんですか、先輩。なんか探してんすか。いや、電木ねえから曲入れれねえんだよ。はーい。え？わかんねえよ。わかんねえよ。だって。だって、わかんねえもん。演技うまいからさ、演技うまいから、そうだね、期待しちゃったらさ、マジ日常だったないものが予想外すぎる。よくわかんない。確かに。店員に。店員に聞いてくんね。ガタスカシってすごいね。本当思うよ。その面白さを感じちゃう。ガタスカシさんみたいなスタイルでやろうかなと思った時、やっぱもう出ないもんね。いや、これ食ってみ、耳とか言えねえじゃん。なんか、そうだ。あれ言ってんじゃん。いや、そういうのはパンパンって出たんだけど、果たしてそれ面白いかなと思って、ちょっとわかんなくなっちゃってさ。2年ぐらい、ね、2年ぐらいそれやり続けてる。やり続けてるからね。すごいよ、うん。しかもあれだよ、みんなから冷められるの分かっててだよ。振られるのに好きな人に告白してるようなもんだよ。毎週相手。恋してんだ。すげえ。恋人じゃん。あいつ。だからスカシがすごいんだよ。すごいね。じゃあ今日はちょっと冒頭にさらっとさ、もう挨拶かましちゃってさ、うん、やべ俺がスカシだよ。あ、最後。いや、スカシの話まとめてやって、パンパンって行こうよって言おうと思ったけど、うん、スカシだけ忘れてた。スカシ展開、じゃんけんで負けたから、はい、そうなんですよ。やりてえやつみたいになってんじゃん。やだーやだ。じゃあ、やりたい話ちょっとね、しょうがねえな。ビックリマンの元気印、恵比寿です。何それ。何それ。元気印。すげえダセー言葉だ。ビックリマンのビタミン D。 程度で流れを組まなきゃいけない。 肉とかに。ビックリマンの次男。そうだ、お前一人っ子だ。お前一人っ子だ。なりたかった。なりたかった。誰だよ、長男。ポンズです。まあ、お辞しましたよ。行きますね。ビックリマンのつまんな肩が無理よ。ダメだ、本当にプレッシャーが負けた。フロー珍しい。フローは良かったけどね。フローは完璧。つまんなフォルニー。あとはもう想像に任せる。これはね、スカシがすごいってことだ。まあ、だってね、今この位置やることになったけど、いや、これ立てる、俺は。あのね、みんながポンポン、何言うか分かんないけど、ポンポンってそう来たか、天のがそう言って、ポンズ何言うんだろう、ポンってこう来て、じゃあ俺何やるってなった時に、ビックリマンのなんちゃらって言うべきなのか、全然違うもの出せばいいのか、なるほど。分かんなくなっちゃったね、今。なんか、微妙に温度いいもの出してくるもんね。そうなの。肩透かしが。肩透かしが。だけど一応流れ的に「はぁ」みたいになるの分かってるんでしょ。なるほど、うん、哲学的ですね。けどやるんでしょ。すげえ。多分無視してんじゃないかなと思う。無視してんの。流れを無視してるんじゃないかな。そっか、それもあるかもしれない。あ、もう流れとかこうしなきゃみたいなのにとらわれすぎてたのかもしれない。そういうことか。
そう、ね、無視してんのみんなのやつ聞いてるようで聞いてなくて、俺はこれ言うへへって思ってんのかもしれない。そうだよ、だってあれ自己紹介の流れさ、ビックリマンの自己紹介じゃなくて、あいつが喋った瞬間に肩透かしの自己紹介になっちゃう。そうだね、全部あいつのものになっちゃうから。そうだね、前振りだからね、うん、俺らはそうだね、カマセイヌみたいなことやってるわけだから、ね、そうだよね、そうだよ、一応汲み取ってね、うん、そうだよね、肩透かしのね、うん、ためにそうだね、うん、あいつの打順までにちょっとね脱いでとこうみたいな感じになって繋ぐぞって、まあね、多分で打ち取られるっていう、打ち取られるキャッチャーフライとかね、みんなで満塁で今日も負けたなっつってみんなでホルモン食って帰ろうって、最後楽しかったからいいやみたいな、ホルモン落としてビックリマンの肉じゃないっていう、ね、平和園です、平和園100円のっていうスタイルだもんね、まあ、先週ねちょっと褒めきれなかったから、今週もちょっと前半では肩透かしのちょっとやっぱあの思い出話だったり、あの前回はちょっとあのエビちゃんと俺は付き合い長いからどんなやつか知ってるし、あいつがどういう孤独な、ね、やつかも知ってるけど、まあ天童から見たら塚ちゃんは一緒にいて気を使わなくていいやつ、うんうん、そうっていうことだ、窒素みたいなもんだ、窒素窒素酸素とか、ね、酸素じゃない、一番あるんだっけ、酸素ではない、空気中に一番あるんだ、窒素だと苦しくなるんじゃないか苦しくなんないか、声変わってくる、気にならないって、気にならないってビックリマンの窒素、窒素それだそれだったわ、なるほど、ビックリマンの窒素片付かし、俺らはだって酸素にもさ二酸化炭素にも気は配るけどさ、窒素にはちょっと配って、まあ、配ってないから話題に出ないもんね、酸素ボンベとかさ、酸素のなんかスプレーみたいなって苦しい時なんかシューってやるけどさ、窒素とかないもんね、そうだよ、気にしたことないよね、窒素はないね、窒素は人体に何を及ぼすんですか、そうだね、わからない、ビタミン D 枠肩透かしは窒素である、窒素で、すごい哲学だね、ちゃんと見てるね、あ見てるな、仲間のこと、うん、そう天童じゃそういうイメージだけど、ポンズはどうなん、なんか結構さ、まあ、祭りとかでもさ、うん、ああ確かに、あのこの前、ね、まあ、高校も違うもんね、うん、そうだよ、天童は、うんうん、そっか高校違うから、高校の 2,3 年ぐらいからなんかちょっと、うんうん、絡み出してみたいな、花巻駅で初めて会ったんだよ、うん、サッカー部同士の天童とポンズがいて、いや、ああ肩透かしとね、肩透かしとね、うん、駅、いや俺はどこかなまあでも、うん、高3ぐらいでなんかなんとなくなんか、うん、共通の知り合いを通じてみたいな感じだもんね、だよね、でもそんな感じじゃない、天童も、ね、俺もそんな感じだよね、共通の知り合い、なんか肩透かしが通りかかって、うんうん、あのそしたら俺の隣にいたユータが、うん、あ、藤井っつって、うんうんうん、ああそうか、ユータつながりだよね、確かにビートたけしの真似してよみたいないや、そう、めちゃくちゃそんなやつなんだ、人見知りだからさ、あ、人見知りだから初めて会った人の目見て喋らないさ、シャイなところあるから、で、けどだから喋らしても良さ伝わらないから多分無茶振りしちゃってたんだろうね、うん、こいつ面白いやつだからちょっとかましてくださいよみたいな感じ言って滑ってフォローして、なんか安心感をそこで、確かにね、うん、そこで刺さない人には、まあ、刺さらない、うん、不良には刺さらない、不良には刺さらない、不良には全く刺さらない、そうだね、前回とちょっと被るかもしれないけど、うん、祭りの時とかも、うん、ネタ28歳ぐらいの時に28連発とかね、そうだよね、自分で企画して、自分で企画してたよね、うんうん、一発芸やつだね、うんうん、だって今までさ花巻祭り その余興の時間ってみんなでその自己紹介して一気飲みするみたいな、うん、誰々です何とかします一気しますみたいなので盛り上がるみたいな流れがベーシックだったけど、うんうん、いきなり自分で企画してる、うん、なんか肩透かしですネタ28連発やりますとか、うん、みたいなフライヤーまで作ってフライヤーまで作って自分で告知して旗から見たらどんだけ自分好きな人なのかみたいな思われちゃうけど、けどシャイなのとかさ、スカシのこと知ってる俺らからすると、うん、おーみたいな、そうだね、根性あります、根性あるよ、あるよ、ある、
なんかさ、俺らさ、高校、花巻南高校でさ、ビックリマンのこの4人はさ、うん、あの同じ高校だっけ、少しだけ森南行って、うん、柔道で行ってたじゃん、うん、で、高校時代さ、なんか先輩とか同級生かわかんないけどさ、漫才グループ組んでたって話、うん、知らない、少しが、うん、で、なんか柔道部の仲間となんか漫才のコンビ組んで、うん、なんだっけかな、その文化祭の時になんか漫才したとか言ってて、うん、そういうのするんだいって思って、俺らとっちゃない人とかでって、で、その漫才チームの名前はなんていうのって言ったら香港風って言ってた。香港風どっちなんかわかんないって香港の風を吹かす方、今日香港風ってワードも知らないし聞いたことないから結構ちょっと面白くて、あと俺らだったら頭の中で面白く解釈できるけど、果たして片須賀市はあんま知らない人が例えばその文化祭で漫才見てどういう気持ちになったのかなとかめっちゃ興味出てきた。確かに一度もでも聞いたことない ね森南の、ね、人から、うん、人から香港風の人っすよ ねとか言われてる。すかし見たことないじゃん。どんな風が吹かしてる。相手がボケなのかツッコミなのかもちょっと分かんなくて、どっちなんだろうね、うん、でもラジオ中にね、俺やっぱ本来ツッコミだって言ってたもんね、うん、そうだっけ、言ってたじゃん、あいつツッコミなの言ってた、言ってた、あいつツッコミ、おいしか言わない、そう、おいしか言わない、本来ツッコミだけどね、つって言ってたわ。あいつツッコミなのか、何をツッコんでんのかちょっとよくわかんないけど、でもやっぱナチュラルにおいとか言うよね。変なことが、ほっぺとかになんかなんかイジイジしてたりするとおいおいちょっといいかも、やっぱツッコミなんだもんね、やっぱり本来ツッコミなんだけど、やっぱ無茶ぶりしていじられてるっていう。あれはあいつは自分で本意不本意なのかな、どうなんだろうね。まあ美味しいと思ってんじゃないですか、美味しいと思ってんの。だから毎回ラジオ来んじゃないですか。今日も美味しくしてくれるだろう。あいつらが、あいつらがよろしく頼むぜ。五足、いや五足。マニュアル、マニュアル、マニュアル、やばい。マニュアル運転したことないっしょ。五足ないんじゃないかな。かどういうイメージ。二人から見たら神田大恵比寿から見たら、そうなんだね、もう懐かしい、麻痺してる、麻痺してるもんね、麻痺してるだろうね、うん、うん、でもやっぱ役割が必ずこうビックリマン的にあるから、うん、やっぱこうやっていなくなると補おうと思って、やっぱみんななんか、うんうんうん、はい、違う感じでいい感じでもあるし、まあ、それはそれでね、うん、あのスカシエースの肩透かしが抜けた穴を補おうと、うん、補おうとして全員野球して、うん、どっかでフレッシュ感をもらってるから、やっぱ確実にあいつのなんかの役割があるんだなって思うけど、うん そうだね、それがやっぱ、うん、中学校の時からのノリと変わんなすぎて、うん、よくわからない。自然になんかもう、ね、あいつ来たらもう、うん、あいつだみたいな、芸風が一緒、芸風、そうだ、ね、まあ、やっぱポジション的にこういじったりして、うん、いじったりして、うん、面白いことをして、あとやっぱ高校の時とかもさ、フットサルとかさ、仲いい、うんうん、部活関係なしでさ、フットサルとかさ、うんうん、高校卒業してからもフットサルで、うんうん、卒業したみんなと集まったりした時に、うんうん、片すかしちょっとゲストでさ、うんうん、全然違う高校の時呼んで、で、フットサル中に片すかしのキャラが、なんかレスラーのマスク持ってて、で、花男以外の人だから誰ってなるわけじゃん、うん、レスラーしてて誰って、いや分かんないっていう話で、レスラーの人誰みたいなところからなんかこの切り込んでって最初からもうね、うん、仮面取らないで、で、なんかマスヤ、マスヤ、マスヤカラス、マスヤカラスっていう名前で確か紹介して、うん、で、確かその時から最初その片付かし誰誰ってマスク取った時誰って言って、いざフットサル始まったらマスクかぶって、で、マスク脱いで、なんかさっきマスヤカラスいたけどっていう、なんかビックリマンの一番の最初のコンセプトあったじゃん。なんかうちら普通の格好してまず DJ タイムとか楽しんで、ライブの時にじゃあ俺ら今からビックリマン今控室から呼んでくるからって言って呼んできたふりして変装して出てくるっていう、ビックリマンの衣装の始まりじゃん、うんう
今思ったら肩透かしのそのマスヤカラスのルーツから来てんのかもしれない。何違うか違うような気がする。そうだったの。俺らもさ、神田と二人でさ、うん、なんか野球行くときは変な格好してたよ、はいはい、やっぱ花中は変な格好するっていう。そうだね、花巻中学校のやつらはなんか、うん、パーティーには変な格好しに行くっていう文化はあって、なんでだろうね、分かんない、まあ、誰がやったのか分かんない、分かんない。舞台に立つときは変な格好するっていう流れで、スカシがやっぱ森なんていうところで花なんに入ってくるときは変な格好するみたいな、やっぱ舞台という認識でそれやってたの、意識してた、うんうん、確かにそういうの小学校から増えとやってて、でスカシ来て、スカシもそのノリができてみたいな感じで、ね、確かに、うん、そうだね、まあね、元気になってほしいよね。そうだね、落ち込んでねえでよ、落ち込んで香港風でも、香港風でも、香港風邪ひいてんのか知らないけどよ。そうだね、まあスカちゃん早くいち早い回復とね、復帰を願って、うん、はい、まあこのくらいでいいでしょ。まあね、うん、そうだね。だってあんまり、だって中学校の時の話じゃ止まらなくなったかもしれない、うん、やっぱ、うんうん、スカシのやっぱひどい話の方がいっぱいあるから、うん、それいない時にしたらさ、うん、あれだからいる時にしようね。あーでもちょっとひどすぎて、ひどすぎて放送できない。そう、さっき収録しない時もひどかった。ひどいね、やっぱどんな話あるって喋ったけど、まあね、なんか例え話にしようって言ったけど、はい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 、無理だ、ストレートじゃないと伝わらない、うん、結構面白いこといっぱいあるからないですね、うん、9割ひどい、うん、9割無理無理無理、言えない、公共の放送では言えない、そうだ、モンスターですからね。いや本当に、じゃあこんぐらいにして、まあ、こんぐらいに、こんぐらいとけば相手も大丈夫だ。そうだね、多分、うん、多分どんな放送になってんだから、だって超だデータあげたいって言った瞬間に真っ先にレイコンが一面ポチッ俺のこと言ってるかなあいつら絶対俺の悪口言ってんだろうみたいに思ってるんだろうね。褒めとるやん、褒めとるやん、治ったわ、治ったわ、来るかもしれない。泣いちゃうかも、泣いちゃうかも、ね、泣いちゃうかも、ね、けどまあね、本当に言えるのは、あいつはやっぱあいつの役割があって、ああ、ね、それをちゃんと全うしてるんだなっていうのが、ね、いないことになって分かったから、初めて分かった、うん、だから、うん、これからもういなくても頑張っていくからね。ありがとな、ありがとな、今までな18年間いないとなんかスムーズだわ。話が間違いない、トントン拍子だわ。1本目取り終えた時もう24分経ったの、うん、早くね。毎週今週のラジオいつ撮るとか言うのもなくて、うん、なくなるかもしんねえから。スムーズだわ。さあどう捉えるかはあなた次第ですよ、ね、いやまあね、過去の話は、過去の話はここら辺に置いて、うん、ちょっと未来を、未来の話をね、そうですね、過去といえばちょっとね、ちょっと引っ張りすぎてるのか、まあそんなことないのか分かんないですけど、ちょっとビックリマン3枚、うん、7月31日にアルバムを出しまして、はい、まあそれでね、まあちょっと引っ張っ、それに関連したトークが多かったと思うんですよ最近。うんうん、で 先々週の時もなんかそういう話さらっと喋って、まあ、武道館でいつかリリースパーティーするとかっていう話も出ましたけど、う、ね、うん、今回やっぱりその3枚アルバムを出すっていう流れになった時に、うん、なんで今回クリアできたかっていうと、そもそもウーマンジアイランドを5年前にできてたけど、いつ出そういつ出そう、早く出したいね出したいねっていう話だけはしてて、うん、5年間出せなかったじゃないですか。だけど今回そのいつに出そうと決めて設定して、うん、で1枚出してもあれだから、その残り2枚分ぐらい出せそうだし、3枚出しちゃおうぜっていう悪ノリ、ビックリマンらしい悪ノリから、じゃあ7月に出そうってちょっと多少無理じゃねえみたいな設定をしたんだけど、みんながそれにね付随して超頑張ったから出せたっていう経緯があると思うんですよ、自動的にね、自動的にそれは設定したから自然にそういう意識になったっていう。そうですね、今年だからそれが、それを感じてやっぱりそれが一番収穫だったと思うんですよ、うん、いいですね、自分そうだよね、
ね、うん、でやっぱりどっかでも出してからちょっとそのヒリヒリ感とかその圧迫感もなくなって平穏に過ごしすぎて、うん、確かになんか余計なこと考えて不安になってたりする日々が続いてて、はいはい、やってないことによってやってないこととか、はいはい、あの時はもう希望に満ちてた、ね、希望に満ちてた6月7月そう忙しかったし大変だったけど、うんうん、生きてるのなんかね、なぜか仕事もパンパンだったりとかさ、うん、そういうのもあったりだったけど、まあちょっとその緩んじゃったじゃん。確かにね、うん、緩んでるね。緩んでる、まあ、まあけど俺はエビちゃん結構あの何ライブ配信とかさそういうのもやってるから、俺はそうは、まあでも個人的にはやってるけど、やっぱビックリマンごとがこうストーンとなくなるとやっぱちょっと焦ってくるね。まあね、なんか変な気持ちになったり、うん、ストレスだね、やっぱり、ね、これはやってない変なストレスが、うん、ことによる焦りがストレスを生んでる、ね、うん、はいはい、曲も最近作ってないし、ね、作ってないよね、うん、前々回ちょっと曲作りをぶっ込もうかなと思ったんだけど、うん、肩透かしがいいんじゃねえみたいな感じになったから、そういうやつだからね、サボる、9割サボる方向にちょっと9割そういうやつだから、もうなんかひねり込んでなんか無理やりでも曲作るってとかっていう設定して作りできたっていうのもそうだから、多分だからちょっと設定というか目標って言ったらさ、うん、なんかね、うん、あれだけど、うん、もう設定という言葉でもう設定、ね、うん、設定ってなるとさ、うん、もう何月何日にこれをやるっていう、はいはい、目標だと、はいはい、うん、あ、目標でもいいのかもしれないけど、期日を決めて、期日を決めて何をやるっていうのを、うん、もう公共の場で言ってしまったことによって、うん、それいいね、うん、ビックリマン真面目だからやっぱりやらざるを得ない感じの脅迫観念に駆られて、うん、後戻りできない、後戻りできないっていう状況をね、そうそうそう、いい、ね、作り出すと、そう、今日が9月22日ですねの放送分ってことだね、はい、うん、うん、だから別にさ、ちょっと各々いいじゃん、だからその3枚を超えるものでもいいし、うん、まあ身近なところでこれやりたいでもいいと思うし、うんうんうん、とりあえず設定をしていかないと、小さいことでも、ね、小さいことでも、大きいことでもいいんだよね、うん、ビックリマンごと、そうそうそう、なるほど。今パッと思いつく人パッとおりますかね。はい、じゃ あのさらっと大ちゃん、大ちゃん、大ちゃん、はい、大ちゃんはまあ本当は11月ぐらいにスラムダンケを、うん、スラムダンケっていうあのビックリマン主催のイベントを渋谷のクラブエイジアでやりたいなっていうイメージはあったんだけど、東京の、ただ言い訳じゃないけど、やっぱあの今のこのご時世 その離れたところで、うん、あのいろいろね、ね、よにぎわしてるあれもあったりとか、田舎と東京の感覚も違ったりする中で、あのストレスを感じながら企画して当日動くっていうのが、う、ね、下手したらポシャったりもするってなると、うん、すげえちょっともう病院送りになるぐらいの精神病院になる。地元にいない分ね、やっぱりいろんな人に動いてもらわなきゃいけないしね、うん、そうなんだよね、だから、まあ、今のうちの期日は決めないけど、うん、やりたいことって言ったらナハンプラザで、うん、自分らの地元で花巻の駅前にあるナハンプラザで、うん、リリースパーティーをしたいな、いいですね、するっていうのは、うん、やっぱせっかくアルバム3枚出したからさ、なんかちょっと、うん、ね、そのできる範囲で地元でやりたいなとかはあるかな、うん、いいね、地元だったらなんかこう、ね、融通聞いたりするしね、うん、そういうご時世にも合わせてね、なんか変更できたりするしね、うん、東京でやるってなったら東京ではもうそんなの全然気にしてないっすよって言われても、うん、住んでるところが違う、感覚違うし、ウィズコロナっていうのこっちはまだウィズコロナに慣れてない雰囲気もあるし、うんうんうん、気使っちゃうよね、そうなの、ね、100でできないかもしれない、ね、あと外になんかそういうのが漏れた時にやっぱ地元でやってるのとまたあっち行ったらあっちでやってたのみたいな思うね、そうだね、人もいるだろうから、やっぱりみんなね、いろいろお仕事してたり家族もいたりするのもあるから、なるべくそういう不安がない中でリリースパーティーは、いやー年内にしないとダメなのかね、わかんないけど、そうだね、リリースパーティー年内か、なるほど、そういう話もちょ若干なんか したいねみたいな話もあったし、ね、あったしね、うん、ね、ああ時間あれだからちょっと曲割いてでもいいと思うんだよね、はい、うん、ああはいはい、今、はいはい、残り時間ちょっとあれだけど、はいはい、なるほどね、な、何か、うん、何でもいいと思うのよ、うん、うん、またアルバム出すでもね、うん、うん、アクションね、アクション、うん、俺はねやっぱね、うん、YouTube を1000人行きたいから、うん、ああそれもあるね、目標っていうか、うん、まあ設定っていうか目標だね、だからそれに対してのアプローチがやっぱ、うん、24時間ビックリマン、それね、うん、やりたいやりたいって思っててね、確かに
はやりたいね、うん、それだったらまあ手頃にできるかなっていうのはあるから、うんうんうん、24時間びっくりマン。あ、天童こういう話してたのあれだっけか。俺初めて聞いた。それ面白いな、ね、うんうん、ライブ配信で、うん、あれね、うん、それいう話したいからエビちゃんがあの8時間フリースタイルしたりとか6時間か、うん、10時間10時間10時間もっとすごい10時間フリースタイルしたりとか、うん、そういうのそう、ね、多分やばい感覚的に、うん、まあフリースタイルじゃなくても、うん、漫才の時間あったり、うん、そうだね、5人中曲作る、ねね、なんかあの、まあ、その間に曲作って、うん、やるとか、はいはい、本当にもわっとした何この雰囲気ってなってても その間になんかポン酢が DJ タイムとか、うん、それいいね、やってたり、お料理したりとか、お料理してもいい、天童がそのあの、そうだね、ね、その間ちょっと休んでて、あの俺なんか超やばい時に1時間仮眠取る間に天童が料理教室やったりとか、それいいね、うん、ずっとじゃあ、うん、あの斧研ぐ動画とかとかをでもいい、できたっつって斧を怒られてマジでさありですね、やっぱ、あ、けど面白いね、俺もそれいいな、いいね、気軽にできるし、もう俺らのスキル的にはもうできると思う、うん、ただ、うん、Wi-Fi があるとこで配信ってなると、うん、場所がちょっと、うん、あ24時間 Wi-Fi がある状況で結構、うん、まあ音出してってなると、うん、しかも場所借りてでしょ、うん、ちょっと探してはいるんだけど、うん、カラオケルームとかだとちょっとね、部屋少ないし、ね、うん、それクリアしたらできるかなシナリオ作って、確かにね、イベントを開くっていうのは今までのセオリーだったけど、確かにここ最近の動きとしてはそのライブ配信とかで自分らのいるところでいろんなところにバーってやれて、それまでにやっぱりチャンネル登録者1000人に到達しないとやりたいこともできなかったりするわけですね。そうだね、うん、でやっぱ待ってるだけではできないんで、やるしかないかな。そうだね、それで1000人行ってからまた、まあ、毎年恒例24時間みたいにしてもいいと思うし、ってなると大晦日から正月とかだったら面白いのかな。めでてぇな、 B-Boy 新年会、 B-Boy 新年会24時間うわー、それやばい、ね、まあ、うちらは24時間やってて、その間に夜になったら B-Boy 新年会なんすよみたいな感じになっても、移動もね、ありでね、うん、面白い、ポケットがやっぱり借りればできるのかな。そこもやっぱちょっと今ちょっとまあ調べてます ね、うん、B-Boy 新年会としてでもいいし、なんかちょっとやっぱいいね、どう、まあ、期日決めるというよりは漠然と今こう喋ってて、まあ、でなんかおリスナーの人にもなんかこういうのはっていうのをもらって、あ、そうだね、まあ今日すかしないから、次週とか、うんうん、またそういう話したり、うん、天童ちょっと確かにある、天童来週、いやでも何も今ね特に考えてないけど、やっぱ確かにね、うん、その24時間びっくりもみたいな映像コンテンツ的なものを何かしたいよね、うん、そうだよね、うん、したいよな、具体的にどうこうってわけじゃないんだけど、うんうん、なんかやっぱそっちになってきたね、インスタライブとかも最近ちょっと面白いなと思ってきたし、ね、そう、うん、結構見てくれるし、うん、まあそんな感じなのかな、そんな感じですかね、うんうん、あとはまあ俺らですなんとかします、ね、なんとかします、ちょっとね、なんかこういうのはっていうのあったらもしね、あのビックリマンのインスタツイッターのメッセージの方にでもちょっと送ってもらって、はい、はい、ちょっと面白い企画をしていきたいなっていうふうに思ってるところなんで、ね、みんなで作り上げていきましょう、ありがとうな、はい、タイムキーパーいねえからよ、いねえからやめろオーバーしてくる、曲やべえじゃねえ、曲なしで、結構曲なしで、うん、今日は、はい、みんなで歌ってくれ、ピース、イエーイエーオエクストララジオ